ポップティーン TV。 多分短めなのは話が短く出すぎてるからじゃあ次こっちの苦しい胸を張ると皆さんちょっと2人ともこっちにここにすっごい勢ぞろいわ実はですねちょっと私からお知らせがあります。何お手紙を2人には少しお話ししたけど、私ナチョスはポップティーンを8月号を持って卒業させていただきます。はい、そんなこんなで卒業前に伝えねばと今日は2人にお手紙を書いてきました。2人とはポップで一番仲良くさせてもらって、ギャル三姉妹でたくさんのことを過ごしてきて、ほんまにほんまに感謝ばっかりで、伝えたいことを伝えきれるか分からへんけど頑張ってみます。まずは私も泣いちゃったはい、まずはぽよさん、うん、ぽよさんは私がポップを見ていた時からずっとポップで活躍していて、何この子めっちゃ可愛いってフォローしたのを今でも覚えています。やから私にとっては憧れの存在で、初めて話をした時むちゃくちゃ緊張してたのも今でも覚えてます。でもそんなぽよさんとも話せるようになって、三姉妹でいつの間にか一緒にいて一番落ち着く存在に。何でもはっきりしてくれるぽよさん通る時はほんまにすごい楽しくて楽で、こんなに気使わないで話せる子おるんやってぐらい、ぽよさんとはいつも自然体で折れてね。そんなぽよさんがいつもほんまに大好きで、悩んだ時しんどい時励ましてくれるぽよさんに何度も救われた私がいたんやで。歳が2つも下やのに私よりも全然しっかりしてて、こんなポンコツな私に付き合ってくれて本当にありがとう。最近はどんどん綺麗になっていく一方で、後輩さんたちにもちゃんと怒ったりいろんなことを教えてあげてる姿見て、怒るのが苦手な私はかっこいいなぽよさんって頭が上がらないよ。そしてえなちゃん、えなちゃんとはポップに入る前から地元も一緒で、元事務所も一緒で、夜行バスに一緒に乗って撮影に来たり、幽霊出そうなホテルで一緒に泊まったり、いろんなこと一緒に過ごしたよな。悩みもいっぱい話したり、時にはポップについてめちゃくちゃ語ったり、でもそんな中でいつも頑張り屋さんで負けず嫌いで、モデル意識もプロ意識もどんどん高くなってくえなちゃんのことを尊敬してたよ、ずっと。そして今もずっと私の中では一番可愛い女の子で、夏えなの企画もできた時はほんまに嬉しかったな。そしていつもゆらちょぱるんさんの背中を見てきていた私たちも、ついに一番年上の立場になってしまって、後輩と呼べる子たちまで出てきて、もう卒業やなんてあっという間で早すぎるけど、2人にポップを通じて出会えたのも、三姉妹でいられた時間も、2人と過ごした時間は私にとってほんまに宝物です。二人に出会えてほんまに良かったなって心の底から思ってます。こんなポンコツ野郎と共に過ごしてくれて本当にありがとう。私は先に旅立ってしまうけど、これからのポップは二人が丸々抱いていってね、二人がいるなら絶対大丈夫。本当に本当に今までありがとう。泣きたくない。あ、はい、ありがとう、ありがとう。そして最後にもう一つ伝えたいことが一つだけあります。最後の最後になってしまったけれど、私の卒業後ずっと
言い続けてきた3人の夢、三姉妹での用事を私と隣で一緒に飾ってくれますか？本当？最後の卒業公演から二人と一緒に私は寝たい、一緒に行ってくれますか？しないって言うわけないお願い。行くで。あ、待って。
こう手紙を改めてこうもらったこととかはなかったし、なんか夏井ちゃん の, あの卒業の実感っていうのが正直まだ私には分かんなくて、もう何やろ、でも夏井ちゃんとはもうほんまにこう絶対に卒業しても絶対この先も関わっていくと思うし、うん、この3人でもだから、まあ、寂しい気持ちでいっぱいやけど、この先も一緒に頑張っていきましょうって思います。ありがとうございます。ありがとう。どうしようかな、やっぱなんか大人だなとか私より年上だなっていうところがすごいあったりとかもするし、やっぱなんだろう、卒業ナチュスが卒業っていうのが、まあ、考えられないし、なんか考えてもいなかったっていうか、ナチュス自体の人間の性格とかいろいろ含めて初めてそういう人にすごいなと思う人に出会えたから、なんか病まずにこれからも頑張ってほしいなと思います。ナチュスのことは大好きだから、なんかいろいろ言っちゃったりとかもしたし、なんか直してほしいとかも言っちゃったりとかしたけど、どんちなナチュスが好きだなって思いますね。ありがとう。めちゃくちゃなんか最後にこんな感じですが、はい、私は8月号を持って卒業させていただきます。最後にこの2人と表紙を飾れることが本当に嬉しくて、離れるのは一番やっぱりすごく寂しいけど、最後最後に卒業旅行も行けるし、はい、表紙ができて本当に本当に嬉しいです。ありがとうございます。はい、なんか思いがいっぱいあって、なんか3人のこう表紙はずっと本当に夢やったし、だからこう結構求めてくれる方たちも、まあ多かった、ギャルさん姉妹の表紙見たいって言ってくれた方もすごいこう見かけたので、もう本当に嬉しいし、だからこそもう絶対にいい表紙にしたいなって思うし、こう3人の表紙でやっぱりポップティーンっぽいねみたいな感じとか、うん、3人って本当に個性が結構バラバラやと思うし、うん、いい表紙に絶対に作りたいと思うので、皆さんぜひぜひゲットしてくださいっていうのを言いたかったです。絶対いい表紙にしよう、うん、みんながね、いい表紙にしよう、かわいい表紙に絶対します。はい、頑張ります。はい、ということで3姉妹でした。バイバーイ。ギャル3姉妹でしたじゃなくてかっこギャル3姉妹、はい、じゃあそうしよう、そうしよう。はい、ということでかっこギャル、そしてかっこ3姉妹でした。バイバイ。本当にありがとうございます。本当に嬉しい。ちなみにそうだ、他の行き先なあ、見たい見たい見たい。こっちもかっこ、こっちもかっこ。ええ、全部韓国じゃん。ええ、全部韓国じゃん。え、外れないの。いや、よかった、優しそう。あー、痛いよこれ。じゃあゲットしたらこういう、こういうことをその卒業旅行企画でやりたいですっていうのを言いながら、おー、富士急に行きたい。代わりに無理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 。動画を最後まで見ていただいてありがとうございます。そして毎週金曜夜10時国選放送中です。みんな見てねー。